はい、それでは神様に心から賛美していきたいと思います。詩編の130編。主よ深い口から私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よあなたがもし不義に目を留められるなら、主よ誰が見前に立ち得ましょう。もしあなたが許してくださるからこそあなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は呼ばれの終わりが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ主を待って、主には恵みがあり豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルをあがない出される。ハレルヤ。私の返しをもうちょっと大きくして、21番リバイバルが始まった。足音聞こえてきた。賛美が満ち溢れた。時が動き始めた。扉が開かれた。始まったリバイバル。始まったリバイバル。世界中に喜びの歓声が湧き上がった。始まったリバイバル。始まったリバイバル。あなたの素晴らしい技めたたえます。ハレルヤ。足音、足音聞こえてきた。賛美が満ち溢れた。時が動き始めた。扉が開かれた。始まったリバイバル。始まったリバイバル。世界中に喜びの歓声が湧き上がった。始まったリバイバル。始まったリバイバル。あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。
ハレルヤ、始まった、始まったリバイバル、始まったリバイバル、世界中に喜び歓声が湧き上がった、始まったリバイバル、始まったリバイバル、あなたの素晴らしい技を褒めたたえます、ハレルヤ、ハレルヤ。65番の主の愛を受けて、65番です。主の愛を受けて、主の恵みを受けて、あなたに仕えます、命のある限り、主の愛を受けて、主の恵みを受けて、私のすべて御手に委ねます、どこまでも主は許された、どこまでも主は愛された、その十字架の恵みの中で立ち上がる信仰与えたまえ、祈り与えたまえ、この地にリバイバルを与えてくださった、主の愛を受けて、主の恵みを受けて、あなたに仕えます、命のある限り、主の愛を受けて、主の恵みを受けて、私のすべて御手に委ねます、ここまでも主は許された、どこまでも主は愛された、その十地下の恵みの中で今立ち上がる信仰与えたまえ、祈り与えたまえ、この地にリバイバルを与えてくださった、与えてくださった、ハレルヤ。これはあの与えてくださいってあの作られたんですけど、あのリバイバル始まっちゃったから与えてくださったに変わりました。作った方の承諾を得ております。じゃあ59番、ここに来て褒めたたえよう。
りを得るもの、高らかに褒めたたえよ、神主は灯火、輝く夜明けの星、輝く栄光、都には神の平和、涙も死もなく、主イエスがすべを治める、忠実真実、義をもって裁きをする、ハレルヤハレルヤ、ここに来て褒めたたえよ、3番忠実真実、義をもって裁きをする、ハレルヤハレルヤ、ここに来て褒めたたえよ、ここに来て褒めたたえよ、急ぎ足の者はつまずき倒れます。確かにリバイバルが始まって時は満ちています。でも慌ててはいけません。与えられた言葉をしっかりと握り、許されている全てのことを丁寧に感謝しつつ、神の言葉に従って進みなさい。あなた方は慌てる必要はありません。神の時が来る時、あなた方が驚くほどのスピードで、私はことをなし全うしていこう。愛する子供たちよ、慌てることなく私の言葉を信頼して、あなたのできる小さな一歩を忠実を成し続けていきなさい。私は小さなことに忠実だったものに、これから非常に大きな扉を開き始めていきましょう。でも慌ててはいけません。敵である悪魔は人との比較の中にあなた方を導きます。慌てずにあなたが語られていることを忠実に成しなさい。祝福される人々を、祝福される教会を心から喜び、共に喜びなさい。戦っている人たちのために取りなし、共に戦いなさい。そしてあなたに語られていることに忠実に従ってきなさい。時は遅れずにやってくる、必ずやってくる。そしてあなたにとって驚くような神の栄光と勝利が現れてくる、必ずそれは現れてくる。愛する子よ、私の言葉に信頼して賛美の声を上げつつ進みなさいと主は仰せられます。私が与えるリバイバルは週末の時のリバイバル、黙示録の時におけるリバイバルの働きです。そこに向かって進んでいることをはっきりと捉え、霊の目を覚まさなければなりません。非常に大きな主の働きとともに困難や迫害が伴います。それを私はあなたを練りに練り、整えに整え、忍耐に忍耐を学ばせています。時代が違うことをはっきりと捉えなさい。許されている一つ一つの訓練はその時代に対応するためであると主は仰せられます。最後に、天の故郷、おそらく西高で歌うと思いますので、よろしくお願いします。天に憧れて喜び使えます、どんな住まいよりさらに優れた故郷、天にあるエルサレム、変わらない
ながら褒め歌え褒め歌え主に天に憧れて喜び使えますどんな住まいよりさらに優れた故郷天にある主の座変わらない主の報い目の涙拭い去って褒め歌え褒め歌え主に褒め歌え主に褒め歌え褒め歌え主にハレルヤ天のお父様聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。素晴らしい特別賛美ありがとうございます。九州中のいろんなところからお金と時間をかけて集われたお一人お一人特に運転してこられた方々を本当にありがとうございます。どうぞ聖霊ご自身がすでに働き触れておられますけれどもさらに豊かに御言葉を通して語ってくださり信仰と希望を神様が豊かに与えてくださってこのリバイバルが始まった時にあなたが用意されている驚くべしの栄光の御業を共に見ていくことができるように導いていってください。イエス様今日もあなたはご自由に働かれ御業をなさることを信じます。感謝いたします。語る者の雲も減り下ります。どうぞお語りください。言葉を与え言葉を導いてください。信じてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。進行しましょう。ハレルヤ。